キングプリンスメンバー、魅惑の時計コレクション、ロレックスの世界への招待。美しい笑顔が輝く平野志洋さんと神宮寺ゆうたさん。そしてその腕に輝く腕時計の輝きも、彼らのファンや時計愛好家の心を捉えて離しません。彼らが愛用する高級腕時計ブランド、ロラックス、ロレックスの魅力は、彼ら自身のスタイルと共にきらめきます。 平野翔さんとジングージ・ユタさんが見せるロレックスとの特別な絆。そしてキンプリメンバー全員が愛用するその魅力的なエピソードを今ここで紐解いてみましょう。平野翔さんの魅力と時計への愛情は彼の母親から受け継いだものでした。お母さんの教えから大人の男の三種の神器である腕時計、車、そして靴へのこだわりが生まれたのです。 平野さんが所有するロレックスもその一環です。彼が着用するモデルには大切な思い出や縁が込められています。2018年のフジテレビ番組で山口達也さんから贈られたエクスプローラー1レフォを平野さんにとっての特別なプレゼント。その瞬間が彼の腕時計愛の礎となりました。 一方、神宮寺ゆ太さんも、ロレックス愛を語ることなくして語れない存在です。彼は時計を、大人の男の象徴として位置づけます。魅惑的なコスモグラフデイトナのモデルを身につけ、その存在感を示しています。ロレックスが彼にとってどれだけ特別なものかは、その手首を見れば一目瞭然。洗練されたスタイルとともに、彼の魅力が一層引き立っているのです。 キングプリンスへのメンバーたちが所有するロラックス層を、彼ら個々のスタイルや好みを映し出す鏡となっています。岸優太さんや長瀬廉さんが選んだエクスプローラーやデイトナ、それぞれの個性が輝く一方で、グループとしての結束を感じさせるものでもあります。そして、その集大成とも言えるのが、2023年の新たなロレックスバイ。 平野さんが着用するデイデイト40。圧倒的な高級感と成功者の象徴を備えたこの腕時計は、彼の成果と個性を唱えるもの。岩橋玄樹さんの腕に輝くオイスターパーペチュアルデイデイトイエローゴールドモデルも、彼のスタイルと高揚感を共有する存在です。これほど多様なメンバーが共通して愛するブランド、ロレックス。 彼らの選んだ時計たちは、それぞれの人生や歩んできた道を物語っています。価格以上の価値があると信じ、心から愛する腕時計たちは、彼らの魅力をさらに引き立てる存在。キングプリンスへのメンバーとロレックスとの出会いは、まさに魔法のような瞬間であり、その輝きは今後もますます輝きを増すことでしょう。 ロレックスの腕時計たちは、単なる時刻を知る道具を超えて、その魅力を身にまとう人々のステートメントとなっています。そして、キングプリンスへのメンバーたちの愛用する腕時計は、彼らの個性や成功への努力を象徴するもの。その輝きは、私たち読者も魅了されること間違いありません。